ウェブスピードスペシャルショップインフォメーション。アピットオートバックス東雲。オートバックスグループの旗艦店、広大な駐車スペースや売り場面積を誇り、さまざまな趣味やライフスタイルにまつわる品揃え、書店やカフェの併設、チューニング、ドレスアップの多岐にわたるアイテムの取り扱い、ウェイティングスペースの充実ぶり、群を抜くピットの数などで知られていますが、VAB-WRX-STI はつくばスーパーバトルや鈴鹿サーキットランミーティングでスバル系チューナーとしのぎを削り、 ZC33S、 スイフトスポーツも同様に強敵に挑むなど、デモカーによる果敢なチャレンジも特徴の一つ。3階から見ていきましょう。HKS ゲートになります。HKS さんの、まあ、日本初のショールームみたいな感じですね。で、新商品であったり開発中のものであったりが、どん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 展示されていくスペースになります。で、まあ、メインとしてはスバル、今だとスイフト、ジムニーのパーツをメインに、ほぼほぼ出てるパーツのラインナップの、展示、こういった分かりやすいエンジンのディスプレイとかを置いて、ユーザーさんがこのパーツを理解しやすい環境を作ってます。常駐ではないですけど、 HKS さんの、社員の方も、たまになってしまいますがいらっしゃいます。それはうちのホームページの方にカレンダー載っておりますので、各商品の問い合わせと、まあ、うちのスタッフでも、お答えはできるかと思いますので、まあお気軽に声をかけていただければと思います。こちらが 86BRZ スバルのパーツのコーナーになります。まあ、かなりの商品点数はあるんで、まあ、日本一になるのかどうか分かりませんが、かなり頑張って取り揃えております。であとはウェアとかグッズ関係とか、そのあたりも、まあ、あまり量販店にはないようなちょっとマニアックなものまで置いてあります。シートコーナーになります。ブリッド、レカロをメインに、取り揃えております。レカロに関しては車検対応のモデル、全モデルの、シザーができるのと、ブリッドもフルバゲに関しては一応今ほぼほぼの種類のラインナップのシザーは取り揃えております。で、まあ、シートレール等も若干数ですが在庫しておりますので、日によっては当日取り付けも可能になります。こちらがレーシングギアコーナーになります。まあ、あまり多くの数はないですが、ヘルメット、スーツ、グローブ、シューズ、フェイスマスク等、まあ、FIA 公認のものから非公認のものまで取り揃えております。まあ、特にシューズに関してはレーシングシューズだけではなくてドライビングシューズも取り揃えてます。東雲オリジナルのパーツのコーナーになります。まあ、スバルが、圧倒的にメインになりますが、細かいドレスアップパーツから、まあ、オイルクーラーとか CVT クーラー、まあ、このあたりがメインとなって、あとはマフラーですね、ラインナップを揃えております。詳しくはスポーツ担当までお問い合わせいただくか、ホームページにもオリジナルパーツのコーナーございますので見ていただければと思います。シミュレータールームもあります。アセットコルサっていうソフトを使ったアクチュエーター付きのシミュレーターです。まあ、各日本の国際サーキットであったり、世界中のサーキットがかなりの数が入っています。ゲーム感覚でやるのもありですし、サーキットの練習としてもですね、ご利用になれるものになります。で、今後は、プロドライバーによるレッスンも計画中です。2階になります。2階はライフ&カーコーナーになります。車にかかるライフスタイルの、全てを網羅するような形ですね。カフェや、ツタヤの書店も、併設されております。キッズ向けやアウトドア志向のアイテムもたくさん展示されています。1階のサービスフロントになります。オイル、タイヤ、車検、等のメンテナンス、まあ、あとはボディコーティングとかですね、そういったものの全般的な受付のカウンターになります。続いて作業エリア、1階のピットになります。全部で39ピットございます。
まあ、中にはアライメント、差し台であったりも、カウントされますが、スポーツ系のカスタム作業、電装系の作業、オイル交換、タイヤ交換、あとはボディコーティングとかのですね、ピットに各部署に分かれております。デモカーも並べていただきました。デモカーの WRX-VAB になります。仕様としては今 HKS の 2.2 リッターに GT3 タービン、約440馬力という仕様です。まあ、完全合法でどこまでタイムが出せるかっていうコンセプトに作り上げています。まあ、軽量化とかその辺は一切なく、日常でも使えてストリートで乗れてなおかつサーキットでも速いっていう仕様を目指してやっております。まあ、この車に限らず、各デモカーでサーキットであったり、ストリートでのいろんなメーカーさんのパーツをテストさせていただいて、それをお客さんに販売できるようにフィードバック、情報がフィードバックできるように、このようなデモカーを活用しています。あとこれ以外にも、冷房具ももう一台ありまして、 S4 のお客さんにも対応できるように、CVT であったりマニュアルであったり、まあ、どちらでも WRX に関してはかなり、ハードな部分からもうライトチューンまで、ご相談いただけるかと思います。デモカーの33スイフトになります。まあ、昨年からやり始めて、まだ1年ぐらいですが、筑波最速を、まあ、目指しつつ完全合法の部分で今の仕様としては HKS の FX タービンと、まあ、給排気も全て HKS さんという形でやっております。まあ、足回りとかは HKS さんベースにハルスプリングさんとかと、ちょっと共同でいろいろやらさせていただいて、今後オリジナルでもパーツがいろいろ出せるように今開発中です。33に、まあ、限らず WRX もそうですが、ストリートからサーキットまで、まあ、お客さんに合わせたチューニングのメニューをですねご提案できるように、この車でもかなりいろんなパーツのテストをしております。3台目のデモカー、VN5 のレボーグになります。これはまだやり始めたばっかりで、どちらかというとオリジナルパーツの開発のために使っております。まあ、昨日も筑波でのテストとかを行っていますが、まあ、どちらかというとストリートがメインのお車ですので、快適性を上げるようなパーツをですね今後どんどん開発していきたいと思ってます。あともう一台今ここにはないですが A90 のスープラも、デモカーとしていろいろテストをしております。まあ、電子パーツ等がメインになりますが、どんどんそちらも開発を進めております。でこれに入ってるホイールですね、うちのオリジナルの新商品になります。18インチ QJ50 というあまりサイズ設定が少ないサイズになりますが、単造ホイールで作りました。センターキャップはオリジナルのセンターキャップもしくはスバルの STI の純正キャップが付くようにしてあります。まあ、スバル車、VN5 であったり VAB であったり、レボーグ、前方の VN の VM のレボーグでも、対応できるようなサイズになっております。詳しくはスポーツ担当まで、お問い合わせいただければと思います。アピットオートバックス東雲は、オートバックスの中で新しいコンセプトで、出来上がった店になります。初心者の方から、お気軽に参加いただける走行会やドライビングレッスン等も、いろいろ企画しております。まあ、スポーツに関してはハードチューンから、まあ、合法の範囲であればハードチューン、もう本当に手軽なライトチューンから全て、ご相談お気軽にいただきたいと思いますので、電話でも結構です、メールでも結構です。ホームページから、お問い合わせも可能ですので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。お待ちしております。熟練のスタッフがデモカー作りとカスタマー車両の作業を担当します。国産、輸入車を問わず深い知識で答えてくれるお店ですが、それでいてとっても気軽に立ち寄れますから活用しない手はないですね。